こんにちは、ファステクです。詳細な製品説明の前に、ファステクイーサカット製品ラインを簡単に紹介します。こちらがイージーサーボというブランドです。イージーサーボは、クローズドループステッピングシステムの製品ラインです。そして、イージーステップというブランドがあります。イージーステップは、オープンループマイクロステップシステムの製品ラインです。最後に、EGIO ブランドは、デジタル IO モジュール、アナログ IO モジュール、カウンタモジュールを含む IO モジュール製品ラインです。したがって、ファステクのイーサカット製品ラインには、クローズドループステッピングシステムの EG サーボブランド、オープンループマイクロステッピングシステムの EG ステップブランド、IO モジュールの EGIO ブランドがあります。それぞれの製品ブランドを一つずつ見ていきましょう。まず、EG サーボブランドです。EG サーボブランドには、クローズドループステッピングシステムの標準タイプの EG サーボ2イーサカット、ミニドライブタイプの EG サーボ2イーサカットミニ、四軸ドライブタイプの EG サーボ2イーサカット 4X、および八軸ドライブタイプの EG サーボ2イーサカット 8X。モーター、高解像度エンコーダ、ドライブ、イーサカットネットワークを組み合わせた一体型の EG サーボ2イーサカットオールの5つの製品があります。次は EG ステップブランドです。EG ステップブランドにはオープンループマイクロステッピングシステムの標準タイプの EG ステップ2イーサカット、ミニドライブタイプの EG ステップ2イーサカットミニ、四軸ドライブタイプの EG ステップ2イーサカット 4X の3つの製品があります。最後に EGIO ブランドです。EGIO ブランドには、デジタル IO モジュール、アナログ IO モジュール、およびカウンタモジュールの3つの製品があります。したがって、ファステクには合計11のイーサカット製品があります。製品には様々なタイプがありますので、ファステクはイーサカットトータルソリューションを提供できます。11種類の製品のうち、ヘイループステッピングシステムの四軸駆動と八軸駆動の EG サーボ2イーサカット 4X と 8X を紹介します。まず、EG サーボ2イーサカット 4X の組み合わせモデル名について説明します。モデル名の例では、EC はイーサカットネットワークを使用する製品を意味し、4X は四軸製品を意味します。お客様は三軸または四軸を選択でき、両方のドライバーのサイズは同じです。根間8、20mm サイズのモーターから根間24、60mm サイズのモーターまで選択できます。モーター長は、モーターシャフトを除くモーター本体の長さで、小長さ、中長さ、大長さ、および特大の長さを選択できます。モーターのサイズに応じて選択できる長さです。表に示すようにエンコーダの解像度も選択できます。ギアボックスとブレーキの仕様もあります。ギアボックスとブレーキは、根間17、42mm サイズのモーターから根間24、60mm サイズのモーターに適用できます。ギアボックスは有線ギアボックスで、ブレーキは非レージタイプで、電源がオフになると作動します。例えば、Z 軸の負荷の低下を防ぐために使用できます。詳細についてはカタログを参照してください。では、EG サーボ2イーサカット 4X 製品の機能を確認してみましょう。EG サーボ2イーサカット 4X は、イーサカットベースの四軸クローズドループステッピングシステム製品です。一つの EG サーボ2イーサカット 4X ケースには4つのドライバーがあります。したがって、スペースを節約でき、配線も簡単になります。例えば、ファステクの標準製品である4つの EG サーボ2イーサカットを設置する場合と、比較すると、EG サーボ2イーサカット 4X の設置に必要なスペースは半分です。左側に標準製品が4つ積み重ねられている場合、幅は 166mm、高さは 134mm です。この数値は簡単比較のためであり、実際のマシンにドライバーを取り付ける場合、
ケーブル配線や製品間のスペースがもっと必要になることがあります。一方、右側の四軸駆動の場合、幅 100mm、高さ 100.4mm です。標準製品を4台設置する場合と比較して、設置スペースが半分に削減されます。また、4台の標準タイプドライバの場合、イーサカットマスターへの接続にはイーサカットケーブルが1本、ドライバー間のデイジーチェーン接続にはイーサカットケーブルが3本必要です。そのため、イーサカットケーブルは合計4本必要ですが、EG サーボ2イーサカット 4X を使用する場合は、イーサカットケーブルが1本だけ必要です。また、電源コードも4本のケーブルから制御電源ケーブルとモーター電源ケーブルに削減されています。これにより、配線がますます簡単になり、コストも削減されます。スペースを節約し、配線を減らすことでコストを削減できます。実際の例については後述します。ドライブモーション制御の標準プロファイルである CIA4 レイにドライブプロファイルをサポートします。サイクルごとにマスターからターゲット位置を受信することによってスレーブの位置を制御する CSP モードをサポートします。および一般的なポイント2、ポイント移動コマンドであるプロファイル1モードを使用します。および起点検索コマンドであるホーミングモードをサポートします。また、最小サイクル時間は 0.25mm です。サイクル時間は、マスターとスレーブ間の通信に必要な時間です。最小サイクル時間は、スレーブがパケットを受信、処理、および応答するのにかかる時間です。一般的に、ステッピングモータードライバの最小サイクル時間は 0.5mm ですが、ファステクの製品の最小サイクル時間は 0.25mm です。では、なぜ最短サイクルタイムが重要なのでしょうか。で言えば同期制御では、サイクル時間が短ければ滑らかで高精度な制御が可能ですが、サイクル時間が長いと滑らかな動作は不可能です。マシンの要件に応じて、ステッピングモータとサーボモータを併用することがよくあります。この場合、サイクルタイムは長い方のサイクルタイムに合わせて使用する必要があります。例えば、マスターとサーボドライバの最小サイクル時間が 0.25mm であっても、ステップドライバーのサイクルタイムが 0.5mm の場合、最小サイクルタイムは 0.5mm でなければなりません。そのため、多くの企業が高精度のモーション制御のための最小サイクル時間を短縮しようとしています。次に、EG サーボ2イーサカット 4X は、様々なイーサカットマスターコントローラーと互換性があります。これらは、世界最大のイーサカット組織であるイーサカットテクノロジーグループにリストされている、ファステクのイーサカット製品です。このアドレスで ETG の公式サイトにアクセスしてファステクを検索すると、ファステクの4種類のイーサカットスレーブ製品がリストに含まれていることがわかります。残りのイーサカット製品は将来更新される予定です。世界的なイーサカット協会である ETG は、イーサカットの作成者であるベックホフによってドイツで設立されました。ファステクは、ETG の関連会社であるイーサカットテストセンターである ETC で互換性検証を受け、イーサカット製品の互換性を検証しています。現時点では、標準タイプの製品である EG サーボ2イーサカットのみが正式な互換性認定を受けていますが、この互換性認定に基づく機能は EG サーボ2イーサカット 4X に適用されています。以前ご確認いただいたように、EG サーボ2イーサカットは互換性の検証を完了し、正式な認定を受けていますが、各メーカーのイーサカットマスターとの互換性を証明するものではありません。これにより、ファステク及び主要イーサカットマスター企業との協力により、イーサカットドライブモーション制御の標準プロファイルである CIA4 レイニに基づく、マスターとスレーブ間の互換性検証が完了しました。これは、ファステクイーサカット製品の特徴です。各マスター企業との互換性テストにより、様々なイーサカットマスターとのイーサカット機能の接続方法と動作を検証しました。
前に述べた検証結果は表にまとめられています。これらは、核マスターの互換性テストレポートと接続マニュアルです。ファステクイーサカット製品のデモンストレーションは各マスター企業に配信され、マスター企業は直接準拠テストを実施しました。互換性テストレポートの場合は、各マスターで CIA402 に基づく EG サーボ2イーサカットの通常の動作を確認して作成されました。接続マニュアルには、ESI ファイルの登録方法、およびマスターとスレーブの接続方法が記載されています。まず、実際の互換性テストレポートの例です。これは、英国のトリオモーションテクノロジーと呼ばれるマスター企業によってファステクイーサカットスレーブがテストされた後に作成されたレポートです。テストに適用された各評価項目は、ドライブモーション制御の標準プロファイルである CIA402 ドライブプロファイルから直接取得しました。例えば、この部分を見ると、CIA402 ドライブプロファイルのドライバステータス制御、動作イネーブル、動作ディセーブル、およびエラーコードのテスト項目を確認できます。各評価項目についてテストを実施しましたが、これがその結果です。したがって、トリオマスターを使用してこの互換性テストレポートがお客様に配信された場合、互換性を気にすることなくファステクイーサカット製品を使用できます。互換性テストレポートが必要な場合は、この電話番号またはsales@fastec-motions.com をご連絡ください。レポートをお送りします。次に、接続マニュアルの例を見てみましょう。これは、トリオ及びファステクイーサカットスレーブのイーサカットマスターである MC4N の接続マニュアルです。接続マニュアルには、ESI ファイルの登録方法、およびマスターとスレーブの接続方法が記載されています。このマニュアルに従って接続を設定すれば、マスターとスレーブの接続マニュアルを読むことなく、問題なく簡単に接続できます。また、各マスターのイーサカット接続マニュアルは、ファステクウェブサイトからダウンロードできます。次のアドレスにアクセスし、ホームページのダウンロードタブにマウスポインターを置くと、クイックダウンロードという項目が表示されます。項目をクリックすると、製品のリストが表示されます。リスト内の製品の中から EG サーボ2 イーサカット 4X 製品のネットワーク、マニュアルボタンをクリックして、各マスターの接続マニュアルをダウンロードします。先ほどお話ししたトリオの MC4N マスターのマニュアルはこちらでもダウンロードできます。他のイーサカット製品のネットワークマニュアルボタンをクリックしても同じマニュアルをダウンロードできます。また、高解像度エンコーダが取り付けられ、正確な位置制御が可能です。モーターのサイズによって異なりますが、最大2万 ppr の解像度エンコーダを使用できます。ステッピングモーターの特性上、別途ゲイン調整を行う必要がなく、メンテナンス作業を軽減できます。例えば、ゲインチューニングを行わずに、モーターの電源をオンにして動作させることができます。保持トルクが大きいため、停止後はサーボに比べて振動がありません。一般的にステッピングモーターを制御する場合、負荷に関係なく最大電流が流れるためモーターの発熱が問題となりますが、負荷に応じてサーボのように EG サーボが電流を制御するため、従来のステッピングモーターに比べて発熱を比較的抑えることができます。EG サーボ2 イーサカット 4X の機能については、これまで検討してきました。さて、ビデオとともに EG サーボ2 イーサカット 4X 製品のデモンストレーションをお見せします。これは、日本のオムロンのイーサカットマスターとファステクの EG サーボ2 イーサカット 4X を使用して、ドイツのイグスの三軸感知レバーロボットを制御するデモンストレーションです。EG サーボ2 イーサカット 4X でサポートされる軸の最大数は4ですが、このデモでは三軸タイプの 3X が適用されています。このデモで使用する製品名は次の通りです。
ご覧のように三軸ドライバーを使用する場合、必要なスペースは少なくなります。また配線も簡単になります。これは個別3つの単軸ドライバーと比較して、電源コードとネットワークケーブルが少なくて済むためです。個別3つの単軸ドライバーの場合、イーサカットケーブルは3本必要ですが、三軸ドライバーを使用する場合、イーサカットケーブルは1本だけで、電源ケーブルも3本から制御電源ケーブル及びモーター電源ケーブルに削減されます。これにより、配線がますます簡単になります。また、感知レバーロボットは一般的に4つのモーターを使用するので、EG サーボ2イーサカット 4X を使用した方が効率的です。次のデモンストレーションは、ドイツのイグス社の5軸、多関節ロボットロボリンク、日本のオムロン社のイーサカットマスター、ファステク社の EG サーボ2イーサカット 3X です。5軸ロボリンクのエンドエフェクターとして台湾からの GMT の1軸グリッパを使用して、トルク制御でグリッパを制御します。このデモで使用する製品名は次の通りです。このデモは、EG サーボ2イーサカット 3X の3軸ドライバー1台、EG サーボ2イーサカットの1軸ドライバー2台、およびモーター、高解像度エンコーダ、ドライバー、イーサカットネットワークの EG サーボ2イーサカットオールを組み合わせたオールインワンタイプの製品で構成されています。大きさの違う3つの物体を掴んだり動かしたりする動きが、トルクをコントロールして動いているのがわかります。ビデオでは3軸のみが1つのマルチ軸ドライバーで制御されていましたが、最大8軸まで制御できます。EG サーボ2イーサカット 8X 8軸ドライバーは次の章で紹介します。このような関節型ロボットを作る場合、多軸ドライバーを使用することでスペースを節約でき、配線も削減できます。これまで EG サーボ2イーサカット 4X を紹介してきました。ここからは4軸ドライバーに続き、EG サーボ2イーサカット 8X。8軸ドライバーを紹介します。まず、EG サーボ2イーサカット 8X の組み合わせモデル名について説明します。モデル名の例では、EC はイーサカットネットワークを使用する製品を意味し、8X は8軸製品を意味します。お客様は6軸または8軸を選択でき、両方のドライバーのサイズは同じです。根前糸、20mm サイズのモーターからネマ24、60mm サイズのモーターまで選択できます。モーター長は、モーターシャフトを除くモーター本体の長さで、小長さ、中長さ、大長さ、および特大の長さを選択できます。モーターのサイズに応じて選択できる長さです。表に示すように、エンコーダの解像度も選択できます。アブソルートエンコーダタイプも使用可能です。ギアボックスとブレーキの使用もあります。ギアボックスとブレーキは、ネマ17、42mm サイズのモーターからネマ24、60mm サイズのモーターに適用できます。ギアボックスは有線ギアボックスで、ブレーキは非レージタイプで、電源がオフになると作動します。例えば、Z 軸の負荷の低下を防ぐために使用できます。詳細についてはカタログを参照してください。EG サーボ2イーサカット 8X はイーサカットベースの8軸クローズドループステッピングシステム製品です。一つの EG サーボ2イーサカット8軸ケースには8つのドライバーがあります。したがってスペースを節約でき配線も簡単になります。スペースを節約し配線が減ればコスト削減も可能です。それについては次の章でお話しします。その他の機能は、一つの点を除いて EG サーボ2イーサカット 4X の機能と同じです。唯一の特徴は、EG サーボ2イーサカット 8X は、バッテリレスアブソリュートエンコーダタイプのモーターをサポートしています。バッテリレスアブソリュートエンコーダは、42mm から 60mm サイズのモーターに適用できます。前述の通り、
EG サーボ2イーサカット8X には1つのケースに8つのドライバーが搭載されているため、スペースが削減され、配線が簡素化されます。スペースを節約し、配線が減ればコスト削減も可能です。さらに、8軸ドライバーであっても、4軸ドライバーと同じサイズがありますので、EG サーボ2イーサカット 8X を使用すると、製品の設置スペースを大幅に削減できます。設置スペースの縮小について、実際の数をお見せします。例えば、EG サーボ2イーサカット 8X をファステクの標準製品の EG サーボ2イーサカットと比較すると、ドライバーのスペースが5分の1に縮小されていることがわかります。左側に標準製品が8つに重ねられている場合、幅は 352mm、高さは 134mm です。この数値は簡単比較のためであり、実際のマシンにドライバーを取り付ける場合、ケーブル配線や製品間のスペースがもっと必要になることがあります。一方、右側の8軸駆動の場合、幅 100mm、高さ 100.4mm です。8つの標準製品を設置する場合に比べて、設置スペースが5分の1に削減されます。また、標準タイプの8台のドライバーの場合、イーサカットマスターへの接続にはイーサカットケーブルが1本、ドライバー間のデイジーチェーン接続にはイーサカットケーブルが7本必要です。そのため、合計8本のイーサカットケーブルが必要ですが、EG サーボ2イーサカット 8X を使用する場合は、イーサカットケーブルが1本だけ必要です。また、電源ケーブルも8本から制御電源ケーブルとモーター電源ケーブルに削減されています。これにより、配線がますます簡単になり、コストも削減されます。例えば、感知デバーロボットや多関節ロボットに8軸駆動を適用すると、スペース、配線、コストを大幅に削減できます。今までは EG サーボ2イーサカット 8X を紹介しました。ファステックホームページ www.fastecmotions.com で、カタログ、マニュアル、図面などの製品関連資料をダウンロードし、デモビデオやウェビナーを見ることができます。また、YouTube でファステックを検索すると、約100件のデモ映像とウェビナー映像を見ることができます。ご清聴ありがとうございました。